はい、まず G20 大阪サミットの開催についてです。 G20 大阪サミットの開催まで残り2ヶ月を切りました。準備も佳境に入ってまいりました。我が国で初めて開催される G20 大阪サミットを安全安心な環境で成功させるためには交通総量の 50% 削減という極めて高い目標を達成する必要があります。先日大阪府警から6月の27日から30日までの交通規制の内容が発表をされました。皆様には交通規制の実施にご理解をいただくとともに、マイカー利用の自粛や電車の利用、業務用車両の運行調整などのご協力を改めてお願いをいたします。またゴミ収集については6月の27日から29日の間は資源ゴミ、容器、包装、プラスチック、粗大ゴミの収集を休止をさせていただきます。普通ゴミ、古紙、衣類は収集日については通常通りでありますが、交通規制や渋滞の影響で収集に時間がかかることが予想されますために、朝8時までに必ず出していただくようにお願いをいたします。以上の詳細などを第3回の住民事業者説明会でご説明をいたします。今回で最後の説明会となりますので、ぜひご参加をください。また5月28日にインテックス大阪で G20 大阪サミットクリーンアップ作戦のキックオフイベントを開催をいたします。 G20 大阪サミットの成功は2025年大阪・関西万博への弾みとなりますので、必ず成功させるために皆様のご理解、ご協力をお願いします。僕からは以上です。それでは質問をお受けします。必ずマイクを通しまして、社名・氏名をお名乗りの上、質問をお願いします。質問につきましては規制関連のみでお願いいたします。では、幹事社の共同通信お願いします。共同通信の高津と申します。お願いします。はい。今回の大規模通行止めに伴って発生が予測されている交通渋滞ではですね、今大阪を賑わせている訪日外国人客の観光などにも、当然関連してくるかと思うんですが、そちらへの影響はどのようにお考えでしょうか。これは今、多くのインバウンドのお客さんが来られています。その皆様への、影響を極力小さくするために、交通総量規制などの周知徹底を、図るとともに、関係機関とも連携をしながら、訪日外国人に対しサミット開催へのご理解、ご協力を呼びかけていきたいと、こう思っております。ありがとうございます。で、今回、交通総量 50% 削減ということで、市民生活にも、大きな影響が出ますけれども、改めて、市民に呼びかけたいことなどあればお願いいたします。この G20 大阪サミットを開催するためには、まずは市民の皆さんのご理解と、ご協力が不可欠であります。開催期間中ですね、6月27日から各国要人がお帰りになるまでの30日までの間、大阪各地においてさまざまな規制がなされます。市民の皆さんには日常生活において、ご不便をおかけするかもしれませんが、この G20 サミットを、安全に、成功させることが大阪の、都市格を上げることにつながりますし、引いては先ほども申し上げました2025年万博を成功させることにつながり、それがイコール大阪市民の皆さんの利益にもつながってくると思ってますんで、何卒ご理解をいただきたいと思います。また細かな情報につきましては、SNS、 それからポスター、それから広報誌、それからテレビ CM 等々を活用してさせていただいて、丁寧に情報発信をしていきたいと、こう思ってます。ありがとうございます。関係者からは以上です。他に質問は関係者
産経の有川です、うん、G20 関連なんですけど、うん、まあ、1回の大規模な国際会議で終わらせるのではなくて、まあ、後々その市民であったりとか子どもたちにとって何かこう有益な学習材料とか、まあ、レガシーみたいなことについてはどのようにお考えですか。これは吉村首相の時代にG20 っていうのは こういう会議ですと、要は外形的にも含めて中身の議論も国際社会のさまざまな問題を議論される場ですよということで、吉村首相時代に大阪市の、小中学校に G20 サミットの内容を、こう伝えておりますし、あれ、子どもたちが集まってサミット会場を見学するというのもあったかな。ね、アフターサミットということで会議後、うん、予定しております、ね、そういうことを通じてこの世界がやはり課題、世界のさまざまな課題について、会議をする、ということの重要性を、次の世代、子どもたちに伝えていきたいとこう思ってます。それに関連してといいますか、うん、府と連携してスマートシティの構想も5月から始めたいというふうにお伺いしてますけども、うん、もう一度そのスケジュール感について教えていただければと思います。いや、これはまず、福祉と推進本部会議でスマートシティのスマートシティ推進会議っていうそういう協議の場を設けてですね、これ専門家の皆さんを招いて、より具体的にスマートシティの、うん、取り組むべき内容、スマートシティって一言で言っても、まあ、よくこう連想されるのは自動運転の車であったりね、それからドローンで物を運ぶだとかそういうことでしょうが、それ以外スマートシティってたくさん取り組む内容がありますんで、そういう具体的な取り組むべき内容を、スマートシティ戦略会議で、具体的なものをこう作っていきたい。でそれをどう実行していくかは、これは大阪府市一体で、福祉推進本部会議になると思いますけど、その場で、実行計画について決定していきたいと、まあ、こう思っております。で、まあ、この世界各国スマートシティということで取り組んでる世界各国の事例もありますから、僕はこの間吉村知事とも話してたのは、世界各国やってることはもう日本ですぐにでも取り組めるんじゃないかなとこう思っておりまして、世界各国の事例を今上山顧問に集めていただきたいということもお願いしています。具体的な予算への反映というのは来年度になるということで、まあ、それはそうなります、うん、要は何をやるかで予算決まっていくわけですから、こう何をやるか決めてないのにね、予算だけ枠だけ取っても仕方がありません。ありがとうございます。はい、朝日新聞の半田です。お願いします。うん、G20 の絡みで、うん、その万博開催の弾みというような発言があったかと思うんですけども、例えば、うん、その G20 とそのパビリオン建てたりとかそういう権限を持った人がいっぱいいらっしゃると思うんですけども、うん、どういう弾みにしたいとかっていうのをお考えですか。いや、それはもう各国要人責任者来られるわけだから、これはまあ僕が言うよりも安倍総理が多分おっしゃると思いますけども、今度その南港で G20 が行われるわけですよ、南港の会場でね、インテックスで。でもう歩いて行ける距離のところに夢島があるわけですから、各国代表に、本当にもうこのすぐそばでね、2025年命輝く未来社会というのをテーマにした、そういうこう万博が行われるんで、ぜひ各国のご参加をお願いしたいということを、まあ、総理から伝えられると思います。それから、
各国首脳にと一緒に、世界中のメディアがね、来られるわけですから、その皆さん方がもう、この G20 を安全かつ、安全に大成功させればね、やっぱり日本、大阪に対してというか、もうその評価はもう格段にまた上がるし、まあ、今、知名度上がってきましたよ、大阪はこれだけインバウンドのお客さんも増えて。ただそれプラスやっぱり都市格も上がるんでね、 G20 で、では そのことで、さらなる、海外のお客さんインバウンド増加につながると、それを2025年にもつなげていきたいと思ってます。安倍首相はもちろんやられると思うんですけど、松井市長ご自身も何か。いや、それはまあ、僕も、地元歓迎レセプションでは、各国 の皆さんご招待をして、各国の皆さんに、まあ、大阪の素晴らしさ、都市の魅力を伝えていきたいと、こう思ってます。ご覧ございますでしょうか。すいません、時事通信の中島です。うん、高齢者のドライバーによる事故が多発していることについてお伺いします。まあ、連休前から兵庫の三宮ですとか東京池袋、また本日は、まあ、運転手60、50代と聞いてますけれども、滋賀の大津でも事故がありました。こういうことについて原因も含めて市長はどう受け止めているかお願いいたします。その事故一つ一つ、それぞれの事故において原因は違うと僕はそう思ってまして、今日の滋賀大津の事故はね、まだ詳細僕もメディア情報しかないですけども、まあ、交通事故、要は高齢だというそこまで決めつけるのかどうかっていうのは、まあ、別にしてね、ただやっぱりもう僕ももう今車の運転してませんが、これ50超えてからはやっぱり、非常に視界は狭くなってきてるしね、やっぱり体の反応が鈍くなるというのは、これは加齢とともにもう全ての人に当てはまる現象だと思ってますから、まさに先ほどのスマートシティの話じゃないですけど、まずは技術的には自動運転、こういう技術を、こう高めていく、進歩させる、それからやっぱりもう意識ですよね、一人一人、大丈夫だという意識で、こうまあ運転されてるんだと思うけども、やっぱり自分自身が加齢によって、運転するポテンシャルが低下していることをまず自覚をやっぱりしなければならないと思ってます。だからまあこれはね、我々は都市で生活してるもんは公共交通機関でいいじゃないかという話があるかもしれないけど、やっぱり、そういうこう、都市部でないところ、まあ田舎というと失礼になるけどね、やっぱあまり公共交通機関が発達してないところについてね、やっぱり高齢者の皆さんがどういう生活をするべきかと、やっぱそういうところに、まあ先ほどのスマートシティのドローンでの配達だとか、そういう技術を駆使しながらね、もうまだまだ大丈夫という感覚を、もう、まあ、僕は55で今自分でそう思ってるけど、60過ぎるとまだまだ大丈夫という感覚をやっぱりちょっと自分自身で見直してもらいたいと思ってますね。でもう70過ぎるとできれば、その運転と、いうことをね、ちょっと控えていくとか、それからやっぱり今は自動ブレーキの、性能が非常に上がってますんで、まあそれはまあそんなこと言っても、自動ブレーキのそういう車に買い替えると、お金かかるじゃないかと言われるけどね、人のまあこう、被害者の立場に立つっていうか、これいつ誰が加害者になるか被害者になるかも分からないわけだから、それ考えれば多少のやっぱりそれは投資はしてね、まあもう70超えれば自動ブレーキの車に乗ってもらいたいと、今の時点でもね、そう思います。
今のところに関連しまして、まあ、こういう事故を防ぐために例えばその性能の高い車の購入への補助ですとか、まあ、免許の返納を促すですとか何か市の施策、うん、いや免許の返納はもう促してますよ、ええ、これは僕はこれは知事時代大阪府域全体でやっぱりもう高齢者の免許証の返納はね促してきたし、さまざまな機会でそういうことを伝えてきたつもりです、ね、ただその、買い替えに補助を打つかどうかっていうのはねこれはやっぱりちょっと非常に難しい、ところだなと思います。まあその程度のことはねやはり、自己責任で買い替えしてもらいたいと思いますけどね、うん、70超えればもう自動ブレーキ、ね、だってこの間の東京の事故で80いくつの方若い頃立派な職業されたんだけどねあれで全てもちろん被害者の方はもう本当にもう気の毒でもう言葉も出ませんけどもね加害者側の家族含めた生活もあれで終わりますよ、うん、加害者側の、その周辺の人たちの人生もこれももうもう様変わりですよこんなああいう、事故を起こせば、うん、まあ もちろん被害者がもう一番気の毒ですよ、まあ、耐えれないと思うあれ要は、そうご主人お父さん残されて子供と、要は奥さんが亡くなるわけでしょあんなのもあそこでその被害者としての彼の人生というのは本当にまあもうね、大きく様変わり、してるんでしょうからねでも加害者側の周辺の人生も様変わりしますあれは間違いなくそれをもうそれをね、やっぱり、そういうことそういう意識を70過ぎればそういうことがにこうそういう人生がこう大きく変わるんだというねそういう意識を持ってもらいたいと思います。関連ですいません時事通信岸本と申します、うん、先ほど補助に関しては否定的な見解を示されていたんですがその規制という部分に関してはいかがでしょうか。何規制例えばその70代を過ぎたら自動ブレーキの車でない場合は、認知症のテストを受けていただくとか、うん、そういう規制の方向はいかがでしょうか、うんそれはもちろんやるべきだと思ってますし今70過ぎれば自動車免許切り替えの時にはまあ現役世代よりは厳しい更新基準を大阪府警もやってると思いますけども、その70過ぎてからのねやはり更新ルールを厳しくしていくというのは僕はありだと思っております。すみません、たびたびすみません、時事通信岸本です。その、規制を厳しくしていくっていうのは大阪市独自でやることもこれね、条例の法令の上書き権はありませんから、免許証っていうのはまさに法律で、道路交通法で、こう資格与えられてるもんですからねやっぱり法令の上書き権ない中でね条例だけで罰則を伴う規制というのは厳しいと、そういうこう今日僕がこう答えてるようなね、そういうこう呼びかけていくことは十分可能ですけども、規制というかこう何らかのこうペナルティを課した上での、ルール作りは車の免許証について地方自治体がそれを作り上げるというのは難しいと思います。他にご質問ございますでしょうか。朝日報道 ABC の木原です、はい、今の関連で事故の関連ですけども、うん、免許の側の観点ではなくて、まあ、通学路の安全という意味で、まあ、今回散歩中だったようですけども大阪でも去年行くのの支援学校で悲惨な事故起きてますし
数年前にも、玉造りでありましたし、そういう観点からはいかがでしょうか。あの通学路の、安全確保についてはこれは、大阪府もそうですし、まあ、不動の場合は大阪府が所管して、指導の場合は、各市町村が所管しながら、例えば歩道を設置するなりガードレール設置するなり、それは各自治体において取り組んでいると。で、まあ、大阪市においても、もうこれは吉村市長時代、橋本市長時代もやってたと思いますけども、やっぱりその通学路の安全確保については積極的に取り組んでいきたいと思ってます。あの数年前にもその事故を受けて安全の見直しをやったようですけれども、うん、まあ、その後私もフォローしてないんですが、何か新たにできるようなこととか考えられますかね。これはもうあの計画立ててるはずですから、これ建設局なのかちょっと所管がどこになるのか、都市計画課なのかね、その計画を確実に実行していきたいと思ってます。だから、どこの自治体でも通学路の安全確保については、まあ、今日言って明日できるわけではないんで、用地買収等も発生する場合がありますから、要は長期のスパンで、事業計画を立てて着実に、まあ、実施をしていると。で今大阪市でどこ、こう具体的にどういうところまで実施できたのかは、僕は今の時点ではまだちょっとそこまで把握できておりません。まあ、事故起こってすぐなんで把握できておられないと思いますけども、まあ、もし何か追加で、対策が考えられるようであれば明日にでも教えていただければと。わかりました。他はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれで終了します。ありがとうございました。幹事社の共同通信です。それでは政務の方を始めさせていただきます、はい。質問のある社はいらっしゃいますか。はい、産経の有川です。うん、本日の午前中も府議団の公明府議団の幹事長の八重樫さんが、うん、まあ、都構想については1からゼロベースで見直すと、まあ、昨日の時幹事長と同じようなことをおっしゃったんですけれども、うん、まずそれへの受け止めをお願いします。いや、だから見直すだけではね、どう見直すんかということを言ってもらえないと、我々判断のしようがありません。まあ、見直す限りはもうああいうこう徹底反対のスタンスは変えられたんだとは思うけど、どう見直してくれるんですかと、そこの中身がわからないと、我々がどう公明党さんとの立ち位置を作っていくかというのはこれ判断できませんね。うん、まあ、今日報道ベースで要は広域的な都構想ならとかね、もうそれはもうそういうのはごまかしだと思います。だって広域的な都構想を4年の間にできるはずありませんから、うん、これはまあ僕らが言うグレーター大阪の話だと思うけど、これはもちろん我々グレーター大阪はこれまでもやっぱり目標とはしてきたけど、ただ政治家の任期の中でね、グレーター大阪がやれるんならなんてはできませんよ、そんなことは。うん、だからまあそういうとこも含めて公明党さんがゼロベースの中身を見直す中身、これをちょっと、どういうものになるのか、注視をしていきたいと思ってます。府本部内の中では、まあ、維新が言っているグレーター大阪と、で、もともと公明が言っていたグレート大阪のその考え方っていうのがある程度一致するんじゃないかっていうところで、まあ、今後そのゼロベースも含めて見直していきたいというような意見も出てるらしいんですけれども、うん、それでまだ全然不十分というか、もう全然、それはグレーター大阪できる4年でやろうというのも無理ですから、それやらないということを言ってるようなもんですよ、それは。うん、うん、まだそれは公明党さんの
要は上手なごまかしだと。もうグレーター大阪って言われたらもう全然これ、それは僕らもそれは目指してるけど、僕の4年でそれができるっていうのは、僕はもうそれはもう全くちょっとこう自信持って言えることじゃありません。これ もう無理。逆に言うと大阪市と周辺部含めてと、堺の選挙もこれからありますけど、じゃあ4年の間に堺取り込めるのと、堺の議会の過半数もない、堺で何の議論もできてない、そんな中でね、グレーター大阪っていうのはね、これ現実味はもうありませんよ、うん。まあ、そういうことを条件にされるんなら、もうこれ全くまた上手にごまかそうとされてるなとしか思えませんね。だからあと、まあ、これからゼロベースの中身をね、具体的にどう発言されるのかを注視したいと思ってます。あくまで公明が、まあ、都構想に協力するということで考えたら、今現在、まあ、事務局なりが示しているそのあと、ね、大阪市の再編の案についてどういう考えであるかっていうことを示してほしいということです。今回 の公明党さんは民意を受けてとおっしゃってました。今回の選挙の民意っていうのは、大阪市を特別区に、大阪、市に4つの特別区を、市域に4つの特別区を設置するというその都構想の案です、うん。グレーター大阪の民意ではありません。じゃあ、あくまで公明が具体的などういう見直しをするかっていうのを示してから、政党間のやり取り、代表同士のやり取りっていうのは始まるっていう認識ですか。法提供 の中身については、これ法廷協議会がまとめるべきもんですから、公明党さんとして要はゼロベースで考え方を見直すということですから、その考え方がどういう考え方になるのかと、要は大阪市に特別区を設置することを賛成してくれるかどうかです。で、広域を大阪府に一元化することを賛成するかどうか、うん。まあ、もうここが一番です。まあ、それについては法提供までに考え方を、もう立ち位置をしっかり示してほしいということですか。僕何度も言ってますけど、法廷協議会というのは法廷協議書を作るのを目的として設置された協議会です。そこに参加される議員は協議書を作るための議論をしなければなりません。去年の12月までね、まあ今年に入ってもやりましたけど、あんなのも妨害するだけでしたから、だから法廷協議会に参加してた自民党、公明党、共産党は協議会の委員としての職務職責を果たしてないと、これずっと言い続けてきたわけですよ、僕は、うん。だから学級崩壊状態と言いましたけど、だから協議会に参加するこうその協議会の目的に沿って協議会に参加するとはっきり言うかどうかですね、うん。協議書を作るというのが目的ですから、その職務を公明党が果たすと言ってくれるかどうかが一番のポイントになると思います。まあ、自民党は無理でしょうからね。で、共産党は今度は協議会のメンバーには入らないと思うんでね、うん。だからもう協議会のメンバーとしてね、協議書を作ると言うかどうか。関連して今の発言の中で公明党にはその都構想についての賛成を求める、それとも住民投票の協定書を作った上で住民投票の実施の協力までを求める。都構想賛否は住民が決めるべきもんだという立ち位置に立ってもらいたいんですよ。だから法定協議書を作ったものの責任というのは、自分たちで作ったものを住民の皆さんに判断してもらう、それは要は料理と一緒で、要は食べれないもんをね、お客さんに出すわけはないんで、うん。要はこれはしっかりと大阪のためになりますよという意識のもとで法定協議書を作ってもらいたいということです。住民投票 その活動の中で、その公明党がその、廃案をについての活動をすることについてまでは、いや、それはもうそれはおかしいでしょうと言います、僕は。
自分たちで作った協議書をね、要は最後は賛成多数で協議会で協議書ができるわけですよ。で議会で賛成多数で住民投票に移行するわけですよ。でそれは、要は作ったけど食べないでくださいというのが今までの公明党さんですよ、その前々回の公明党さんで、前回はもう作ることも途中で、否定したんですよ。で前回前々回前回あってね、今回ゼロベースで見直すという限りはね、前々回と前回と同じ対応はおかしいと僕はそう思いますけどね。前々回は要は住民投票は賛成、やってもいいよと、ただ中身は反対、それが前々回ですよね。で前回、この去年の12月はもう中身そのものを作ることを妨害で、今回その2つその2回をまあ経験した中で、民意は都構想のに、こう賛成という民意が示されたという、公明党さんが今発言をされてゼロベースで見直すっていうんだから、前々回と前回と違う立ち位置に立ってもらいたいと思います。以前はその公明党は総合区の案を推していたんで、その総合区を導入するにしても、まずは都構想の住民投票を実施した上でその総合区っていうふうな話だったと思う。それに比べるとハードルが上がってると思うんですけど。いやでも総合区もゼロから見直すってもうおっしゃってるようですからね。僕は直接聞いたわけじゃないけども、だからそれ総合区はもう総合区をゼロから見直すということは、特別区の住民に賛成していただけるものを作ろうという、そういう意識だと思いますけどね、ちょっと繰り返しなんですが、あくまでもその公明党にはそのこの4年間の任期のうちの住民投票の実施への協力と、さらにその都構想への賛成 の, その表明をしてもらいたいというようなお考えなんですか。だから今法定協議書がない中でね、すぐ賛成とは公明党も言いにくい、公明党さんも言いにくいと思いますけど、あくまでも法定協議書を積極的に、関与しながら作っていくと、まあ要は法定協議会の委員として職務職責を果たすというんであれば、法定協議書を自分たちで作った法定協議書を住民投票の時点でね、こんなしょうもないもんはやめてくださいとは言えないと思いますけどね。彼らも積極的に関与して中身の議論して作るわけですから、そこをしっかりと公明党さんの考えを、お聞きしたい、そういうことがゼロベースの中に入るかどうかだと思います。以前に比べて松井代表 の, その公明党に対してのスタンスが、やや厳しいというか、ボールが高くなったようにも感じるんですけど、それは今回の選挙の結果を受けて。それは厳しいって、僕は要は何度か騙されてるわけで、それはやっぱり自分こう要はまあこれはお人よしと言われればそうだけど、やっぱりこう少しずつは僕自身も成長しないと、また同じことで騙されたらもう何て言うかな、全く成長してないと言われるじゃないですか。だから厳しいというより僕はもう今度は騙すことはやめようねっていうことを言ってるわけですよ。うまくごまかすことはやめようねって言ってるわけです。選挙からこの間何かそういったごまかそうというの動きを感じられたからですか。いや違う、それは今年ダブル選挙、そもそもなぜ知事を辞職してダブル選挙という形でね民意を問うたかっていうのは公明党さんにごまかされたからなんで、だからもう今またごまかされたからって言うと、今度もう一回ダブル選挙言うわけにいかんでしょうもん、だからもうごまかされないように、一つ一つの言葉をのね、公明党さんの言葉を一つ一つ何度も確認をしながらね、お付き合いの仕方を考えているということです。ありがとうございます、
日経新聞の奥山と申します、うん、公明党に積極的な議論を求める協定書を作るにあたって公明党に積極的に入ってほしいということですけど、そうするとこの協定書をまとめるまでの議論に時間がかかってくるのかなと思うんですが、その4年以内に確実に住民投票を実施するとなるとある程度スケジュール感みたいなものが必要になってくるんじゃないかなと思うんですが、うん、まあこれ常識的なこう時間軸っていうのがあると思います。まあもう協議書去年までの法定協議会の協議書の中身が全てではありませんが、ある一定は同じような議論をずっとやってきたわけですから。で、知事首相案としては今の4区 B 案ですから、知事首相が変わったわけじゃないんで、僕は知事から首相になったけども、吉村さんは首相から知事になってるけども、人間が立場入れ替わっただけで人が変わったわけではありませんから、なんか知事首相案としては今の4区 B 案というのが我々 の提案する叩き台ですよ。叩き台だから一から叩き台作るという状況にはありません。うん、まあであれば、なんていうかな、前回の4年間の時間のスケジュール考えれば2017年から、法定協議会が、まあ、スタートをして、2019年の、まあ、12月の時点で、あと議論するところは議会の定数とか、それから、財政調整のあり方が、まあ多少公明党さんからいろいろクレームというかね、要は意見が出てきたところなんで、まあ2年間であそこまで行ってるんでね、その半分程度ではまとまるのかなとは思いますけどね、ただまあ今の時点でね、法定協議会がまだスタートしてないわけだから、これ具体的にじゃあ何月何日とかね、何年何月何日という、そこまではちょっと、確定できるような状況ではないと思います。確認なんですが、そのスケジュールは明示しないけれども、あくまでその4区 B 案を叩き台として公明の修正には応じるというか議論は行っていく。いや、だからまずはゼロベースで見直す中身を公明党さんがいつね、その中身を我々っていうか、まあ多分メディアの皆さんに伝える形を取られるんだと思うけども、今のその府議団市議団は、もう今回民意を受けてゼロから見直しますというところまでこの間昨日かおっしゃったわけで、見直す中身は要は公明党のやっぱり府議団市議団をまとめるのは大阪府連なわけでしょ、だからあとは府連の、執行部が見直す中身をいつ発表されるのか、その発表されたものを聞いて、僕らがその発表されたものを、まあ、我々が、理解できるものなのかどうか、それが理解できるということであれば、もう公明党さんと、要は組織同士の、協議会、協議入りたいと思ってます。だから要は府議会市議会のまとめ役である公明党府本部がゼロベースの中身をまずちょっと、ぜひこう発表してもらいたいと思ってます。そのゼロベースの中身を聞いた上で我々はスタンスを考えたいと、我々がどうするかを組織として、これ僕一人で全部決めれるわけじゃないんでね、やっぱり吉村政調会長や今井幹事長、やっぱり組織、等の執行部で、どう対応するかを決定したいと思っています。そうすると順番としては先に公明府本部の案を見てから法定協の1回目を開催したいというお考えでしょうか。だからまずは、これ僕が何か言ってくれ言ってるわけじゃないんでね、
まあ、僕はずっと言い続けてましたよ、選挙以降。公明党さんがこの民意を受けてどういう判断をされるのかが一番重要だと。で、まずその民意を受けて、今の執行部、要はこの間戦った中心人物の執行部の皆さんは、ゼロから見直すとおっしゃってるわけですよ。時さんであり、八重樫さん。この二人とも法提供のメンバーです。うん。だからこの二人が、今度は二人そのまま出てくるのかどうかね、組織として。やっぱり責任取って変わるのか。まあ、そういうところもしっかり見ないとダメなんで。うん。だからそのゼロから見直すという、我々と正面衝突した人たちはもうゼロから見直すんでと今おっしゃってる。ほな、見直した中身は誰が発表するんですかと。これやっぱり、府議団、市議団のまとめ役っていうのは、組織としては不連なんでしょう。我々が大阪維新の会の府議団、市議団の、まあ、協議を党としてまとめるのは、大阪維新の会党本部なわけだから。うん。だからそこでどういう中身の内容をね、発表されるのかが一番のポイントになってくると。その発表された内容が我々が、一緒に、やっていけるもんであればね、そういう可能性が見出されれば、僕から佐藤さんにね、あれこう発表されてますけども、これはもう我々と一緒に、都構想を進めていくという意味ですか、もう聞きますよその時。うん。でそういうふうに、そういう意味だということが我々分かればね、話し合いに入ります、すぐに執行部同士で。ABC 木原です、その公明党へのハードルを上げられた件ですけども、選挙前は都構想反対でもいいから住民投票に賛成してくれとおっしゃい、で選挙の公約もこの選挙は都構想の是非を問うのではなくて住民投票することの是非だとおっしゃっておられたと思いますので、選挙で訴えたこと以上にハードルを上げられたと思うんですが、その根拠は何なんですか。そう、選挙で訴えたこと以上のハードルというのは僕は挙げてる、要は僕は都構想は皆さんが判断してくれとは言いましたけども、我々は都構想をやりたいという立場で皆さん方が最後決めてくれということをずっと言い続けてきましたからね。維新の会は都構想をやりたいんだということは、これまでも今回の選挙だけじゃなくて2011年の選挙からずっと掲げている公約ですから、我々にとっても。だからその公約に、こう公明党さんに、こうハードル上げたっていうよりも、その公約を実現するために、今回も選挙戦ったわけですから、あくまでも住民の皆さんに対して我々はね、都構想は大阪の将来これプラスになりますよというスタンスでこれまでも選挙戦ってきてるんで、ただ、住民の皆さんの最終判断は住民の皆さんに、お任せするというところは変わっていません。結局最後は住民投票なわけですから、これで反対なら我々は諦めます。ただ公明党さんにその住民、都構想の中身まで賛成しろということは選挙前、選挙中を通じて一切おっしゃっておられなかったと思いますけども。いや、それはこの選挙の結果を受けて公明党さんがゼロベースで見直すっていうんだから、見直してくれるんならもう賛成に、立っていただく方が我々はよりお付き合いしやすいじゃないですか、もう公明党さんはゼロ、公明党さんは真正面から反対を訴えられて今回選挙やったんだから、選挙一番反対だったの公明党さんだから、一番積極的に僕の、なんとか僕にとどめを刺そうとしたのは、やっぱり僕は自民党より公明党だったと思いますよ。もう何としてでも、まあもう松井の、こうね、首を取るという、それに一番積極的だったのはこれ選挙戦戦ってやっぱり公明党さんです。で公明党さんは真正面から反対を掲げて戦って今回、公明党執行部として市議団府議団ともに負けたことは認められてるわけですから、だからゼロベースで見直すんだから、ゼロで見直すんならやっぱり賛成を、要は法定協議書を作る責任を全うするということは僕はそういうことだと思うんですけどね。ただまあそこまでハードルを上げると公明党は受け入れにくくなると思いますが、それは構わない。いや、もうその玉虫色はもう嫌です。
だってもう一回またこんなことになるかもしれない、うん、だからもうはっきりしてもらいたいと思ってます。もう一度確認ですけど、住民投票賛成だけじゃダメなんですね。うん、法定協議書をきちっと作り上げると、都構想に賛成と言えということですね。自分たちの作った法定協議書、うん、賛成というか反対までは絶対ダメです。だから協議書自体に反対で住民投票了解はダメ。じゃあ反対でなく住民の判断に委ねるならいいわけです、うん、まあ、そこはだから公明党さんが党本部としてどういう発言を今度されるか、その発言を受けて僕が協議します。それは、うん、公明党さんと、だって彼らがゼロから見直すっていうことは僕はそういうふうに受け取ってるということです、うん、うん、すみません、久しぶりです。その公明の不本部としての態度表明はいつ頃までにしてほしいとお考えなんです今は。それはもう府議団市議団態度表明したんだから、それは公明党さんの事情だけどできるだけ早くしてもらいたいと思いますよね。なんかリミットみたいなものはあるんですか。いや、僕からリミットいう話じゃないと思うけど、向こうもそれこれからさらになんか引き延ばすも理屈理由ないじゃない。市議会府議団市議団がああいう発言してるんだから、普通ならああいう発言して政党として、まあ、じゃあまとめても早急に考え方をお示ししますっていうのが普通なんじゃないの。だって向こうも引き延ばす理屈がもうないと思うよ。だって両方議会が市議団府議団ともにゼロベースっていうことをおっしゃってるんだから、うん、松代としてはダブル選以降この間 の, その公明の動きっていうのが遅いというように感じられるんですか。いや、まあだから結局統一の後半戦21日が後半戦の投票日かな。それでこれは よその政党の中の話だからわからないけど、まあ普通の政党であれば、もう終わった直後に執行部集まって、我々ならそうするんでね、まあこれ総括してで、まあそれを、こう所属議員に伝えてっていうので、まあ1週間ぐらいかかって、まあそれ今回なぜこのタイミングかなって僕なりに考えると、まあ統一後半戦終わって1週間ほどみんなで中で、議論してたんだろうなと思いますね。ほんでゴールデンウィーク明けに、まあ、発表しようかいう、そういうふうな中での意見まとまったのかな。いや、僕はもっと早くに何らか動きあるかなとは思ってましたよ。21日後で。だから、こう会見でも申し上げたし、朝の立ち略でも言ってた、公明党さんがまず民意を、今回の民意に対しての意見表明すべきだということをずっと言ってて、その間何もなかったんでね、やっぱり中でいろんな協議してたんだろうなとは思います。はい。時事通信岸本です。1点だけすみません、確認させてください。広域都構想はごまかしだと、できないもん、そんな叩き台に関しては4区 B 案だと、まずその改めてなんですが、今後堺市長選あるんですけど、堺市をその都構想に加えるっていうことは全く考えてらっしゃらない。だから今の堺市の状況で都構想に、賛成反対を住民に求めるための材料がありません、具体的なものが、うん、含めない。だから含めれない、うん、市民にどう何を判断してもらうんですかということになります、うん、大阪日日新聞の木下です、うん、先ほどのまあ、法定協に関する公明党へのスタンスの話ですけれども、うん、まあ、法定協に、まあ、参加する以上はですね、それは取りまとめるのは、まあ、入った人の責務だと。でそれで、まとめた以上はですね、これに反対するのはダメだという。
ということになるとですね、その法定教に参加した会派はもうその法定教がまとまらないかった場合は別ですけども、こと構想への反対っていうのができなくなるかと思うんですけど、その辺はどういう考え方でいらっしゃるんですか。だから法定協議会というのは法定協議書を取りまとめるための組織です。でそれに最後反対するんなら議会で反対するだけですよ、うん、法定協議会はやっぱり取りまとめるために意見を言う場所です、ね、だから自民党がおかしいのは法定協議会でも、まあ、今回は公明党もそうだったけど法定協議会で全否定にしたんでね。だからその後最後住民投票かけるかどうか議会の場があるわけで、うん、そこで反対するのは自由ですけども、公明党さんは今回はゼロから見直すっていうんだから、ゼロから見直す限り今までの反対のスタンスは立ち位置変えるということだと僕はそう捉えてます。自民党はゼロから見直してないから勝とうが負けようと、うん、分かりました。ということはゼロベースで見直すと言った公明党に対しては今おっしゃったようなスタンスだけれども、まあ、自民党が取りまとまった後もですね、統合制に反対するのはそれは自民党の勝手やという。だから自民党はもう要は今回の民意を正面から受け止めるのやってないんでね、何の総括もないじゃないですか。まあ僕はそのやらんやろうなと思ってたけどね、うん、だから自民党は今回の民意なんていうのは大したことないと、まあ、そう思ってるんでしょう。あとその法定教の時期の問題、先ほどから出てるところですけれども、その、まあ、公明党がですね、その自分の意識というかスタンス発表という、まあ、ことも大事なんでしょうけれども、うん、法定教時代が始まってしまえばですね、まあ、スタンス以上に見えてくるかと思うんですけれども、その法的をスタートさせる、ここまでにさせたいとかですね、あるいはそのスタートさせて第1回目はいつぐらいにしたいとかっていう思いの部分はあられるんですか。いや、これは法的をについては僕言ってるように夏をめどにということをこれまでも言ってきてますから、でまあでその法的を参加す、スタートさせるにあたってね、指導させるにあたって公明党さんの今回民意を受けた立ち位置を一度、公明党さんの考え方をぜひ、聞きたいということもずっと言ってきて、で今はゼロから見直すまではおっしゃって、今後のスタンスはこれからだという、で今後のスタンスは近々発表されるという、ことを府議会市議会ともそういうニュアンスでものを言ってられるんで、今後のスタンスっていうものをの具体的な中身、うん、これを、こう我々が一度注視させていただいて、その中身によって、公明党さんとの我々の立ち位置を決めていきたいとこう思っています。で、積極的に法定協議書を作る前向きな議論をやるということは、法定協議書を作る目的趣旨に沿った判断をしたということですから、作ったものを自ら否定はないでしょうと僕はそう思ってるんです、うん、自民党はもう作ることもまず入り口からまた否定してくるから、これはもうこの民意も何も関係ないというスタンスですよ、これは。それとまあ公明党さんがですね、ある程度こう、近い維新に近いスタンスを発表されたとしてですね、その後、まあ佐藤さんなりにお話しされるということでしたけれども、これが始まるどういう意味のそれかわからないですけども、法定協のテーブルと公明党とのテーブルがまだ別にできてしまうというふうに今懸念を持ったんですけど、その辺はどう思いますか。いや、法定協は法定協のテーブルですよ。ただ、日々の大阪市の課題ありますからね。さっきも、いろいろ要は、通学路の交通対策もこれ予算伴う話だし、G20 万博に向けてさまざまな取り組みもあるしね、要はこれから、5月の議会も始まって、議会でさまざまな議決をもらわなければならないんですよ、この市長として僕は、うん、だからそれは
全否定してくる自民党とね、このもう、まあ、全否定してくる自民党、共産党がいる中でね、どのように大阪市を動かしていこうかということは、これは維新、公明、この議会、この両党に、やっぱり議会の多数を形成してもらう努力をするのが、市長としては僕の役割だと思ってます。わかりました、ありがとうございます。読売新聞の橋です。法定教の、再開時期でちょっと改めて確認したいんですけれど、その前回市長おっしゃってたのが知事市長のダブル選の直後ぐらいは、まあ、夏ごろとおっしゃってて、うん、まあ、だいたい6月ぐらいのイメージをしてたんですけれど、うん、その後堺市長選が なりまして、うん、で今の時点でイメージされているのは、その堺市長選から、まあ、参院選の間なのか、それともやっぱり参院選後にしてしまうか、どちらの方が強いですか。第1回、オープンはね、スタート、まあ、法廷協議会第1回目は、法廷協議会が今後このようなスケジュールで動いていきますよとかね、それから、まあ、前回協議やってた、協議書をどこまで引き継ぐのか、これさっきも言ったように知事市長は変わってないわけ、立場は変わってるけど、ポジションは、でも人は変わってないわけなんで、知事市長案は僕らあのままです、あのまま、うん、人が変わってないからね。じゃあでも中身どこまで引き継ぐのということがあるから、第1回目はまあその程度なんでしょうから、まあ、スタート、法廷協議会です第1回目スタートの分野は、要は決めるっていうのはそういうところまでだと思いますから、堺市長選後参議院までの間にね、うん、確認事項を、一度、皆さんに、共通認識持ってもらうということだから、まあ、堺から、参院選までの間にやりたい思いは持ってます。ただその間ね、日程目白押しないの、 G20 もあるし、うん、だから他の日程もの、との調整もしながらね、まあ法定もう前提として公明党さんがゼロベースで、法定協議会の委員として職務を全うするというスタンスに立った場合ですけどね、うん、だから そういうのを加味しながら、日程を決めたいと。だから僕の思いとしては、それは堺と衆議院の間、参議院の間だけで、まあ他のこう、催し、目白押しの中で、ね、どう時間取れるかということです。これはまあでも事務方が、に整理してもらいたいと思ってます。そういう意味では、まあ、第1回目というのは、その再開後の第1回目というのは、まあ、事務的な整理がメインになるということで、うん、その、まあ、先ほどの、その、公明党との絡みなんですけれど、公明党の、その、まあ、回答の一つのメリットとして、やっぱりその法廷協の前かなと思うんですけど、その第1回目の中身がその事務的な整理だったら、まあ、まずそこまでとはこだわらない、むしろその実質的な議論に入る参院選後の第2回以降に、でも構わん、それいやだから公明党さんがこれからのゼロペースで 見直した後具体的に、こういう立ち位置で、大阪の公明党として議論に参加すると、まあ要は、まあ、松井市政、吉村府政に対しての立ち位置になると思いますけどね。それはだからそういうのが、見えた時点で何度も僕がさっき申し上げたようにね、これは党同士、要はその詳細の協議をやりたいと思ってます。で協議が整えば、まあ協議整えばもう、まあ、僕と佐藤代表とで会見してもいいんじゃないですか。府議団、市議団とかみんな入って、うん、整えばね。時期というのは、じゃあ特にその法廷協の、まあ、第1回目っていうのにこだわるというものでもない。いや、こだわらない。だからまずは公明党さんがまずゼロベースの中身をいつ発表してもらえるのかね、聞いてきてよ、いつ発表してくれるのか。参院選後とかだと遅いですかね。
そこまで待つ必要もないでしょ、うん、だからまずはいつ発表されるか聞いてきてくれたら、うん、その発表の時にもうじゃあもう前その会場の隅っこに座っとくわ、うん、何言わんのか。ありがとうございます。すみません、共同通信ですけれども、昨日府議団の方で、まあ、府議会の構成、まあ、今定数88なんですけれども、まあ、80まで減らせると現時点で、まあ、2020年の国勢調査を見つつ、まあ、8減らす方向で、まあ、話を進めるということだったんですけれども、まあ、市議会は過半数ない中でこう定数削減を目指したりとかですね、まあ、八尾とか今回新しく維新の首長が出たところでどう定数を削減していくのかっていうのも、まあ、今後課題だと思うんですけれども、その点の取り組みどうでしょうか。いや、定数の話は過半数ない議会では無理です。うん、これはね、僕が大阪自民党の府議団の時も、まあ、48いう時もあったんですよ、その当時公明も民主もみんな定数削減は総論賛成、各論全部反対でした。当時唯一できたのが八尾と東大阪と平野、これ全部僕がまとめたんですよ、僕と僕の仲間で、自分たちの選挙区だから。うん、だから八尾市議会とかね、衛生市、それから大阪市も含めて定数の議論はみんな総論は、まあ、削減方向でまとまるけど、各論でこれはもうなかなかまとまりません、うん、ただね、大阪府議会も80という数字を掲げてるけど、これ理屈いると思いますよ。僕は88にした時は理屈あったんでね、要は10万人当たり1人の広域は、これが理屈として88になったんで、これ減らせばいいという話でもないんです、民主主義の代弁者だから、うん、ただ80で成り立つ理屈をつけないと、もうなかなか理解してもらえないと思います。東京の方ではですね、まあ、11万人に1人ということで、まあ、東京都並みということで、まあ、80という数字が出てきているんですけれども、うんうん、まあ、それは一つの考え方としてあるでしょう。ただその時に、格差も広がりますから、選挙区によっては、うん、それを、いかにね、有権者が納得できる、理由理屈とセットでね、まあ、説明できるかが一番のポイントになると思います。だから11番で東京ができてるという一つの理屈があるけどね、じゃあほんなら12番でできないのっていうのもあるし、うん、だからそういうところをね、これは僕が言う話じゃないですよ、府議会の執行部、府議会議員団で決めることだけど、単に、削減ありきだけではやっぱり民主主義として逆に批判も浴びると思います。とも、先ほど公明党とはですね、まあ、議会の中でいろいろ話し合っていかなきゃいけないという話だったと思うんですけれども、例えば市議会の中で、まあ、公明党と削減の方向で話すってことはあり得るでしょうか。それは議会としてはあると思います。議員団としては。維新の、まあ、公約もあるわけで。公明党も68かなんか公約してたと思うんだけどね。だまあ、ただそれはね、それぞれが過半数ない中で公約掲げてるんで、これが一挙に、じゃあ、だからさっき言ったように、総論ではまとまるかもしれないけど、じゃあ、各論のところでまとめきれるかどうか。うん。これはまあ、首長である僕が言う話じゃないよね。議会がやるべきだと思います。公明党に対する松井代表のスタンスの変化なんですけど、それはその衆参同日選挙っていうのが取り出されているっていうことも関係してるんですか。それは相手に聞いてよ。俺が無理やり、今回なんか急、僕も急に聞いた話なんやから。公明党さんが市議会、市議団、府議団で急にゼロベースって言い出したのが。うん、それはもう僕が無理やり言ってくれって言ってる話じゃない。僕は その任意を受けて公明党さんのスタンスは、まあ聞きたいとは言ってたけど、僕が無理やり言わせるわけがありませんからね。公明党がこれ連休明け急遽こういう会見したというのは、公明党さんに聞いてもらいたいと思います。その以前公明党以外 の、 自民党など高い派の、その市議会であれば協力も呼びかけるっていうふうにおっしゃられたんですけど、それって現状はどのような状況なんですか。うん、全くダメやね。いや、みんな人間関係あるからいろんな話してるよ。
要はもともと我々維新の会には自民党に席を置いてたもんもいるんだから、人間関係あるからいろんな話あるけどね、ふにゃ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 、ね、今後もそれは続けていくと、まあそれはその人たちの正式な協議じゃないよ、だから人間関係の中で、まあ、どうやねんという話はみんながそれぞれしてると思います。だってみんな分かってるわけだから、大阪市議会で2議席足らんということは。でもみんなそうやって話してるけど、要はこういう答えがありますみたいなのは一切僕のところに、ありません。まあもう終わってんからまた、まあまた話し合えばいいじゃんみたいな感じじゃないかな。うん、公明のその態度表明なんですけど、それは公の形であれば、要は例えば府ホームの佐藤代表が、うん、メディアに向けて話すというような形であれ、例えば紙ベースで発表する形であれ、公の形であればやり方問わないということになるんですか。でだって今市議団も府議団も公で皆さんに言ったわけでしょ。でその次発表するのは公が当然なんじゃないの。あとは皆さんが取材しっかりやってくれればいいじゃない。ちょっと話は変わります。参院選 の、大阪の維新の2人目 の選定状況はいかがですか。これはもう馬場幹事長が今やってますから、今の時点で僕が、個別具体的な名前を、こう聞いてるわけではないけど、まあ、馬場幹事長 のところで数名に絞り込まれたということは聞いてます。まあ、5月の半ばで、まあ、その告示まで時間が迫ってきている。いつ頃までにその発表したいとお考えですか。堺市長選挙がありますからね。もうここまで来たんだからね。大き参議院選挙って大きな選挙区なんで、要は、個別訪問すれば当選見えてくるような選挙じゃありませんからね。まあ今の雰囲気でいうと堺市長選挙後なのかなと僕はそういうふうに思ってます。ありがとうございます。すいません、たびたび橋本さんが連休中、うちのインタビューですとかテレビでも、憲法改正の運命を大阪市議会が握っていると、自民に対して改憲のために都構想を賛成すると決断すれば良いというような発言を繰り返しおっしゃってるんですが、代表も同様 そのお考えなんでしょうか。これはもう民間人として産経新聞のインタビューに答えてるわけだから、その民間人の方がこういったああいったということに対して僕はいちいちコメントする立場にないと、思います。政治家としては僕は憲法改正が必要だと思ってますよ。ただそれを大阪市議会がそれを握ってるかどうかは、別の話なんじゃないのと思いますね。ちょっと同様の回答になると思うんですけれども、その中でその聞くところによると吉村知事が、もし公明が協力を得られなければ、その衆院の公明大阪3区に立つというような発言もされているんですけれども、それについてはそのような話が維新内部であるんでしょうか。一切ありません。吉村知事は橋本さんが出ればいいのにってずっと言ってましたよ。これはもうね、ちょっと中途半端なこと言えないからね、ちゃんとはっきり言っておきますけど、吉村知事が、今の時点でね、知事を、途中で辞めるということはありえません。都構想の判断をいただく、そこまではね、やっぱり知事として、職務職責を果たすと、当たり前のことですけど、その以前にね、衆議院に、どっかでから出馬するというのはありえません。